クープっていうのをやらせてもらって、それはピースじゃなくて鍵括弧だ。こういうニュースをね、はい、ドンと掲載したんですよ。秋篠宮家を襲った中国美人ハニートラップ留学生っていうね。女性セブン国際ジャーナリスト山田俊介、ね、はい、私がねこれね一応やったんですよ、はい、これねこれがっつりこんな紙面出していいんですか。許可取ってます。ああ、そうなの、はいはい、なるほど。何かっつうとですね、うん、この話を今日ちょっとしたいなと思ってまして、はい、中国美女そうハニートラップ留学生、確かにこの写真美女美でしょねえ。いや当然僕も全部いろんなバラエティの写真見てますけど、あとまあ取材でこの人の友達とかにも聞いてますけど、はいはい、いやそれは美人よと。へえ、なるほど。と皆さんが口を揃える。ほらハニートラップ街がありますね。そうなんですよ。要はね、まあ全部読んでもらいたいからあれなんですけど、要するにその秋篠宮家特に皇族が海外で、はい、何か発表したりとか、海外行くじゃないですかと。うん、で海外行った時に英語でちょっとスピーチしたりとか、はい、あと日本で何か起きた時に。眞子さんも結婚するとかってことがあったら発表しますよね。それ英語にして海外にも発表するんですけど、それをやってる人がいるんですよ。はい。めちゃくちゃ仲いいんですよ、皇族と。はい。みんなね。はい。その人が、ハニートラってたんですよ。マジっすか？この方に。なるほど。めっちゃ仲いいんで、はい、一緒にご飯も行ったりとか、当然ね。赤坂の御用地行ったりとか、当然そうですし、はいはい、あと皆さんが、海外に行く時のスケジュールとかそういうのも当然全部知ってる。だって、役者全部するんで、細かな情報もデータも全部知ってるわけですよ。なるほど。で、例えば、秋篠宮さんが、とにかくその方気に入っていて、はい、その男の人が。あ、男の人ってびっくりした。そうなんですよ。うん、その人にお土産とかも送ったりとかね、ぐらい本当仲いい。はいはい。で、らしいんですよ。で、まあ、宮内庁関係の人に聞くと、はい、本当にもう一緒にお茶したりとかして、めちゃくちゃ仲いいんですけど、その人が、まあ、どうもかなりスパイっぽいっていうか、かなりスパイなんですけど、はい、この方に完全に。ハニトラに骨抜きにされてた。されてたんですよ。あ、そう。本当に。もうね、ちょっと最初だけね、ちょっと言うとね、本当イギリスのヨークシャーってとこあるんですけど、はい、そこで2泊3日のね、男性と若い女性2人でね、旅行してるっていう描写からも入ってるんですけど、一見親子にも見えるんですけども。ああ、そんなに発見しがない。そうそうそう。なるほど。見事に。すごいね、ハニトラップ。すごいじゃん。すごくないですか、やっぱ中国って、ね。すごいですね。で、やっぱりその前もあれですけど、ちょっとこれをね、振り返ってみるとこうなんですけど、はい、例えば2020年にこの事件あって、はい、在日中国人男性が1時間にわたって皇居内に潜入して、内部をうろつき、監視カメラの位置とかいろんなもの調べてた。で、しかも内部のレストランで、普通に飯食って帰ってきてっていう。で、この人、公安警察が中国人スパイとしてマークしたんですよ。はい。もともとね。そう。それが、潜入して1時間も、はい。すごいね。マークしてるのになんで潜入できちゃうんだ。だから、うまく、スパイでしょ、やっぱり。巻いたんでしょ、うまくその。なるほどね。ってことなわけです。なるほど。こういうこともあるし、これ以外にも、皇居の周りね、海、あそこのお堀を泳いだとかいるじゃないですか。うん、なんか、それで捕まったらどうなるのかとか調べたりしてると思うんですよ、多分。イギリス王室もね、やっぱりやられるんですよね。ほう。で、これすごい話ですけど、英中首脳会談の時に習近平さんがイギリス行ったんですけど、はい、その時に通訳を装って、いわゆる車に一緒にエリザベス女王乗るのに、通訳じゃないやつをなんか乗せて、おぉ、そいつがスパイだったんですよ。へぇ、要するに何か仕掛けようとしたんだよ。あ、そう。で、それでそこの場で他の、いわゆる、あちら側の MI5 でしょうけど、うん、関連人たちがおかしいやつがいると気づいて、そこでもう、大揉めに揉めたという。揉めた。そう。取り押さえた。そう、取り押さえたんですけど、はいはい、で、乗せなかったっつってるんですけど、だからこういうね、王室が皇室めちゃくちゃ興味持ってて、やっぱね、中国。で、こういうにやってくるということなんですよ。不定野郎だな。不定野郎ね、詳しくはね、この記事読んでもらったらあれなんですけど、はいはい。でも、さらにね、はい、留学生なんでしょ、この人、うん。めちゃくちゃ優秀なんですよ。ちょっと、これは紙面でも名は隠してるんですね。隠します。そっか。見たかったなと思って。そうですよね。まあでも多分誰が見ても美人っていう人だと思います。っていうのは、本当にいろんな人取材してますけど、はい、いや、本当にね、っていう。女優さんつってもおかしくないし、アイドルつってもおかしくないような見た目つってますしね。これのカラー写真ないんですか？あるあるんですけど。あるある。あるある。隠したやつ目線、うん、もちろん隠したやつ。なんか見たいって言われた。個人的に。いや、個人的にというか、みんな見たがってる。まあまあ、みんな見たら、確かにね。はい。隠しててもいいから、その美女の片鱗を見たいと。公開できない。それはね、やっぱ、怒られちゃう、編集部。
そう、怒られる。まあ、違う、怒られるね。そうか、ちょっと、多そうになってる。なんだ、そうか、残念です。結局、この元警察関係者の人が言うには、東京都江東区にね、はい、この教育所と言われるところがある。教育所。そう、中国大使館のね、関連施設ですよ。そこではね、現役の中国人留学生だけじゃなくて、過去の留学生のデータまでも記録されていると。うん、で、日本の滞在先も卒業先の、卒業の進路も、卒業後の進路も顔写真付きでデータベースに入っていて、例えばハニトラに使う時とか顔見ながら選ぶとかっていう話もあるんですよ。で、工作に必要なのはそこからね、選んできてやってるということで、だからやっぱ留学生っていうのはちょっと侮れないと。これみんなみんな、中国人留学生みんなみんなスパイだって言ってるわけじゃないですよ。ほぼほぼみんな違うと思うんですけど、この人もすごいのは、本当大使館にめちゃくちゃ近かったんで、へー、大使館ずっと出入りしていたような人なので、はい、そんな何でも知ってるめちゃくちゃ近い人がいたら、もう一個だけ言うと、小室圭さんにも会ってる最近。へー。ってことなんですよ。女性専務呼んでもらえ今発売中？今発売中、本当にね。ネット上にはダイジェスト、ちょっとした身近なダイジェストは出てるようです。全文を読めないという。女性誌にも書くんですね。僕ですか、はい、いや今回はやっぱ皇室に強いところと手を組もうということで、で一番やっぱ日本で皇室、はいはいはい、皇族のね情報に近い、ね、あと記者がめちゃくちゃコネ持ってるんで、はあ、なるほど。でそしたら僕持ってるネタと、はい、そちらからの取材と合わせれば合わせて、あの 裏取りが固くなるじゃないですか。え、自分から持ち込んだんですか。もちろんもちろんです。お、そうなんです。最初だからどこでやろうかなって考えるんですよ。はあ、そういうお仕事の仕方なんですね。依頼があるからやるっていうよりは。あ、そういうのもまあありますけどね。そういうのはでも分析記事とか多いんですよ。ニュースがあった時。こういうふうにこう自発的に何か、表に出てない。だからまあそういうのスクープっていう言い方はバラの業界、ちょっと恥ずかしいというかなんかもどかしいんですけど、スクープって言葉はね。そういう感じで、じゃあこれはここで出すと効果的だからっていうので相談して持ち込むってことですか。そう、で一番やりやすいしっていうようなことで。で、多分ほぼどこの雑誌もちゃんとコンタクトがあるので、で、その時に誰にしようかって。決めるんですよ。それにあったんですよね。で、ここで何かあったらスキャンダルが、はい、まあ、どこに出そうかなっていうのを考えるわけですよ。文春だなとか、ああ、なるほど、ね。はい、新潮だなとかってやるわけですよ。この間新潮に出したから、今週文春かなとかっていうところもあります。そう、バランスを取るとか。そうそうそう。そういうのもありますし。なるほど、なるほど。まあ、なんかいろんなこと考えながらやってるってことです、ね。国際的なやつだったら、ニューズウィークとかってこと、うん、ニューズウィークとか、あとは、まあそうですね。でも向こうからコメント次第とか来ることがあるので、うん、あっちの場合は、こっちからあんまりっていうことはあんまないです。でも今、ウェブになってるんで、結構どんなんでもくるくるってなってますよね。なるほどね。うん、っていう感じです。でもぜひこれで読んでみてください。はい、日本にとって、やっぱりいいことだと思うんですよね。こういうことをちゃんとみんなに知ってもらうということは。と、はい、いうことです。はい。ということで、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はい、あと、概要欄にですね、ニコニコチャンネルのリンクと、あと質問を募集してますんでよろしくお願いします。はい。